はい、皆様どうも、本日はレジェンドクエスト続き、遊んでいくぜ。それじゃあ前回レベル20までクリアしたので、今回はレベル25からやっていくぞ。さあ、今回こそ完全制覇を。キャラ残りがまさかのパラディンだけだが、赤い敵に恐竜号、エヴァ2号機が、おし、生産完了。いいぞいいぞー。いやーラッキー、このステージにはほぼ最適だったな2号機。このままおしまいだぜ。お、ここでボス軍団登場だが、もうこんだけ強キャラ生産できてるし余裕でしょう。おし、レベル25、クリア。じゃあちょっと飛んでレベル28いくぜ。お、キャラ残りでガオーダーク。これはいけるかなと思ったら、高速ブラッコリ。一気にやられたー。ってことでブラッポリ、黒い敵対策を考慮しキャラ残り編成を変更。経験値クエスト周回用の対黒い敵パーティーをそのまま使うぜ。おし、結構キャラ残った。ブラッポリに備え、壁はどんどん生産。からの虫にゃんこ超お気に入り、前田さん。ブラッポリ全部倒したー。前田さん、マジで優秀すぎる。おしおし、ここまで生産できたらもう安心だろ。おしまいじゃー。バトルコアラッチョ、今更出てきても遅いぜ。イエス、クリア。この調子で行くぜ、レベル29。世界史早々怒涛のエイリアン大量発生。これはきついな、なかなか。悔しい再チャレンジ。おし、キャラ残りで猫クール。このステージ、お金貯める余裕ないからな、安価に生産できる猫クールは最高。エイリアンに超ダメージだぜ。狙い通りの展開きたー。お、でもここで敵も大量発生。止まれ、クロノスの前に止まるのだ。どうかな、いけるか。敵さんも粘りますな、こう来なくちゃ面白くない。あ、粘り終了、勝ったぜ。クリアー。さあ、本日最終ステージはレベル30。お、キャラ残りで見たま、これはラッキー。他にも、割と育成してるキャラ多いかも。ここは一発クリア、もらったぜ。見たまに伸びるが生産、これは大丈夫でしょう。あ、第二形態なので伸びランパサランね。そういえば第三形態に進化させてなかった。また旅不足で放置してたっけ。さあ、敵はなかなか強力なイノエンジェルが出てきたけど、進行を止められるかしら。一応戦士、属性があるので見たまの妨害は効くけども。他に対天使キャラがいないから、ちょっといけるか微妙なところ。で、ここでイノエンジェル追加しました。ちっちゃー、これはきついっすな、さすがに。おし、ここは諦めてお次は対天使キャラ残り狙いでパーティー組むぜ。イノエンジェル目、次は負けんぜ。はい、ラーメン堂に傘地蔵にスーパーデビルなど、大天使追加。おし、見たまにスーパーデビル残った、今度こそイノエンジェルの進行を食い止める。見たまにスーパーデビルに、迎え撃つ準備完了。出た。あれ？これはまたダメかもしれん。さっきよりは止められている感があるが、2体目来る前に1体目処理しないとやばいかも。2体目出ちゃったー。うっぱー、終わった。腰もったいない。今度こそ、3度目の正直じゃあ。推し、今回は妨害クロノス&スーパーデビル。おし、2体目出現前にこいつを倒す。お、今回はめっちゃ押し込んでいる。このままおしまいじゃー。よっしゃそりゃー。はい、それじゃあまた次回、完全制覇目指し続きやっていきます。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。